株式会社レゾナントシステムズは、鉄道車用、バス、トラック向けの音声合成技術による安全確認機器や放送装置、ゴルフ場、カート、ホテル向け管理システムなどの開発、製造、販売を行う会社である。同社は、富士急行グループでもある。なお NTT レゾナントとは無関係である。百六十二年に日本初の磁気テープを使った。 アナウンス装置を発売した。2007年4月1日、富士急情報システムと合併し、ネプチューンから現社名に変更した。共振、共鳴を意味する英語のレゾナントに由来する。旧ネプチューンと富士急情報システム両社のハードウェアとソフトウェアが共振、共鳴し、新たなうねりとなることを願ってつけられた。路線バス用の放送装置を主力商品とし、 テープ時代から国鉄バスに多く採用されている。日本初のフル音声合成放送装置 TLS-1 を1986年に富士急行バスに納入して以来改良を重ね乗降実績データの吸い上げを SRM カード化した TLS-2 を開発音声合成化の黎明機には京成グループなど多くのバス事業者に採用された。その後、 データの注入媒体を従前のカセットストリーマからフラッシュメモリーカードに変えた FC-5100 を開発。この商品が今日に至るヒット商品となり、改良型の FC-6000 と合わせて多くのバス事業者が現在も使用している。その後、放送内容や電動機器の増加に伴うメモリー容量逼迫に対応するべく、 内蔵メモリーの大容量化を図った FC-7000 を開発した。またビジュアルコーダーと銘打った画像案内システム VC-3000 を開発音声合成放送装置と接続することで放送内容に合わせた画像をモニター画面に出力するもので FM 文字放送受信ユニットを接続することで文字放送も表示できるとあって高速バスなどに多く採用された。 現在では FC-7000 にビジュアルコーダーの機能をまとめた FCV-7000 も発売しており FC-7000 と合わせて各半を図っている。なお、合成音声自動放送装置はレシップに OEM 品を提供している。ありがとうございます。